園桐子さんもね離婚されて、はい、一応2回今回2回目です。2回目ですよね、はい、1度目はね。なんか僕ちょっと正直ここ詳しくないですけど、前で離婚された旦那さんっていうのがは庄司かしまし娘の一番歌屋さんの長男、長男の方と、バーテンダーいや、それは前の方か。最初のご主人は、まあ、磯野さんの要するに桐子さんのマネージャーさんだった。そうですよね。ということなんです。10年ぐらいね。そう。で、だけど彼の浮気で離婚ということになりました。嫁姑問題もあった。あったと。で、離婚されました。で、それからしばらくして、で今回24歳年下。だから48の時に24の彼と結婚するわけ、再婚するわけです。バーテンダー。でそれがちょっとエグザイル風のイケメンということで、もうボクシングもやってた、体もいい、キックボクシングやってで、みんなも心配したけれども、その時行列の番組の中で結構割とね、公開プロポーズしました。その時しんすけさんでね、やってました。みんなで本当おめでとうとかってよかったねみたいな感じで、でそれから彼が独立したいと言ってお店を出す、その資金を結構出した。そこまで面倒見て大丈夫か。そうか、あのなんか確かに思い出しました、はいはいはい、その人なんですよ。あが今回だから48で24でやっぱ当然結婚だから子供の話なんてすると思うし、将来どうするかなんていうのもあると思うのね、はいはい、でも、まあ、最初は彼も別に子供にこだわらないぐらいのニュアンスだったっていうふうに聞いてます、はい、でも今回の離婚理由は何かって聞いたら子供が欲しいって言われちゃうと、55歳の磯野さんに対して子供が欲しいって言われちゃったら、彼女も姉さん女房として、ああそうかそうか、分かる、うん分かる、勝手なこと言ってごめんね、いやいや自然だよ、自然なことだよ、分かる分かる、いいよいいよ分かるっていうふうに納得せざるを得なく、これはもうでもどんだけショックかって。でもその前に子供が欲しいんだったら、子供、この夫婦で子供の養子もらったりとかあるじゃない、まあ、いっぱいあるじゃないですか、体外受精もあるし、うんね、で子供は自分の子供が欲しいって考えたらいろんな方法はなんかあるいろんなっていう、まあ、いろんなのはないかもしれないけど、うん、いくつか方法はあると思うんですよ。それ試さずして、うんうん、だから簡単で我々がこう普通思うのは、ああ新しい彼女ができてそっちの人と結婚して子供が欲しいんだなって、そういうことなんだろうなと思うんですよ、うん、多分おそらくそうだろうと思うんですけど、うん、でそのことも桐子さんもなんか綺麗事のようにしちゃって、ねうんなんかね、彼を悪く言わないとか、言わない、かばって、うん、でもちょうど早起きした朝はだけの番組、私結構好きで、はい、松井直美ちゃんと森尾由美ちゃんと3人で喋るトーク番組なんだけど、はい、朝6時半から7時までのね結構見たんで、たまたまじゃん、あの日も見てて、そ本当にエンディングでもないけど、うん、言い出して松井直美ちゃんうわっとかって泣いて、うんうん、びっくりしちゃって、なんで行列じゃないんだ、行列最近出てないもん、行列でも最近出てない、ちょっと前まで出てた、でも桐子さんのポジション最近あれなの、35億の人、あれ名前が出てこない、あブルゾン、そう最近私も行列で2回続けてやったからまた行列でやればいいのにっていう記事を私は書いたんですけど、そうなの、なるほど、そういう業界的な見方をやらなかったのなぜかというと、やっぱりこういじられるのが嫌なわけじゃない、行列なんかに出て、だからいじられるのが嫌だから笑いされ持ってかれるのが嫌だと、そうなってくると番組で共感を ね同じ世代の人たちも見てるし、はいはい、同年代の出演者にやっぱり共感して同情してもらいたいと、ってことはやっぱり男性に対して、夫に対してね、元夫に対してはかなり受かってるんじゃないですか、本当は。なるほど。そう見せながらも実は許せないって、ふざけんなよっていうのがあるんだと思いますよ。それでそういう声をこうやっぱり集めたいっていうふうに私は読んだんですよ。なるほど、ね、勉強になりましたすいません、勉強になりました。そりゃそうですよ、怒りの当たり前ですよ、ふざけんなですよ、ふざけんなですよ、出してあげてね、そうですよ、それは脳梗塞の時に助けてもらったかもしれませんけど、脳梗塞 それは当たり前ですよ、普通でしょって思う、そうなの、2016年にね脳梗塞になって、その時に早期発見したら彼のおかげだったんです。その後のリハビリもね、うん、随分こう力になってくれたっていう、命あるのは彼のおかげかもしれないっていうところ、でも夫婦なら当たり前の話じゃないですか、そんなの、まあ、でも夫婦だったから助かったんですよ、妻に男の人がいたから、でもその助かる、まあ、そう確かに、そんなのはね当たり前、当たり前ですよ。